にちは。恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、モテる男性の余裕の出し方についてお話をさせていただきたいと思います。やっぱりですね、モテる男性っていうのは余裕があるんですよね。よくね、バツイチがモテるとかってね、言う人もいるんですけれども、それってやっぱりこう奥さんがいる余裕なんですよ。がっついてないっていうか、はい、余裕なんですね。ただ独身の男性でも、余裕っていうのは態度で出すことができるんですね。でそれはすごく簡単なことなんです。例えば、まあ、2つあるんですけれども、まず1つ目は、声のトーンですよね。声のトーンをちょっと下げてみる、ね、やっぱりこう高い声で喋るよりもちょっと低い声で喋った方が女性は安心感を覚えて落ち着きを感じるんですね。あとは話す速度ですね。やっぱりこう早口で喋られると、なんかこう焦ってたりですとか、がっついてるような感じがするんですけれども、それを落ち着いたトーンでちょっとゆっくりめに話すことによって、なんかこの人余裕あるなって思ってもらえるんですね。それだけで、でちょっと、私ちょっと声がこう上ずるい系なんですけれども、それをちょっと声のトーンを下げて、例えば、あ、こんにちは、誰々です、よろしくお願いしますっていう感じで、ちょっとトーンを下げてゆっくり喋る、ね、昨日どこか行ったみたいな感じで言うとちょっとチャラく聞こえるけど、じゃあ昨日どこか行ったんですかっていうふうにゆっくり喋ってあげることによって、それだけでも余裕っていうのはね、伝わりますので、ぜひちょっと声のトーンを下げ目にして、ゆっくり、早口の人はゆっくり話すように、あんまりゆっくりすぎてもダメですけどね、ちょっとゆっくりめに話すだけでも余裕っていうのは出てきますので、ぜひやってみてください。ではですね、メルマガの登録の方と LINE のお友達の方を募集し、コメント欄から募集してますので、メルマガ、LINE、違うお話をしてますので、メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方お願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。